さて、今日から9月ですが、厳しい残暑が続いています。今年の猛暑はまさに記録ずくめです。県内は高気圧に覆われ、今日も各地で気温が上がりました。最高気温は米沢 36.8 度、山形 36.3 度など22の観測地点のうち8地点で猛暑日に。さらに米沢や新庄など5地点では9月の1位を更新しました。一方、気象台によりますと8月の平均気温は県内すべての地点で観測史上最高となりました。すごい暑いですよね。なんかすごい汗かいちゃってっていう感じで、いつまで続くんだろうっていう気持ちでいっぱいです。暑さ対策との戦いの夏でした。対策をしつつ秋を待つしかないです ね、 そうですね。気象台によりますと、今後2週間は平年よりも気温が高い状態が続くということです。